楽しみにしてるぜ。全国のポケモントレーナーの諸君、元気しとるかの。わしの名前はオーキドじゃ。今回はウルトラサンムーンでミラクル交換をやっていくんじゃが、今回は特別ルール、コイキング1匹につきポケモンカード6パック開封という罰ゲームを用意したぞ。うん、ミラクル交換でコイキングが1匹来たら6パック確定。つまり何十匹も送られてきたら何十パックも引かなくちゃいけないってことじゃな。うん、あともう一個ルールがあって、純伝説以上のポケモンでその場で1箱確定じゃな。うん、純伝説以上なあ、純伝説でも伝説でもいい、来た瞬間に1箱買わなくちゃいけないという罰ゲームを用意したんで、その企画でミラクル交換やっていこうと思うぞ。ミラクル交換ピッピカチュー。ということで、まあ手始めに30匹じゃな。あ、全部解雇処分にする予定だったチラミーとダンベルがあるので、これをしっかりと流していこうと思うぞ。まず1匹目チラミーじゃの。はい、ポケモンはパートナー。おーイエス、フーカーさん。まあ、ポケモンはパートナーなんじゃな。じゃあ、しょうもないポケモンとかいないんじゃろうな。いくぞ、ピッピカチュー。よし。まあ、このゴミッキーマウスが来ると、いつもはブチ切れてたが、今回は、コイキングじゃなければ、罰ゲームは発生しないので、だいぶ穏やかでいられるの。気持ちは女、気持ちいい。何言ってんだあいつ、頭狂ってんのか。そんな頭狂い野郎にチラミを押し付けてゆく。ピッピカチュー。あっ、やっぱり頭狂ってやがる。どいつもこいつも狂ってやがるよ。コイキング1匹来たんで6パック確定じゃな。さあ、マルコさん、ちびマルコちゃんかな。頼むぞ、連続コイキングは勘弁してくれ。ピッピカチュー。よし、ディアンシーの劣化の劣化のカスじゃな。コイキングの沼にはまることなく連続は打開していくんじゃの。あ、ゆきさんよろしく頼むぞ。さあ、ラストチラーミーをゆきさんに送りつけてゆく。あ、ピッピカチュー、よろしくチーと。いや、でもそろそろコイキングが来そうなの。よろしくチーと。クソつまらん一発ギャグやめとけって。あ、面白いだろ、笑えよベジータ。レイさんよろしく頼むぞ。アメリカの方じゃな、すごい卵持ってます。このレイさん、すごい卵持ってるということは、それを孵化したすごいポケモンくれるんじゃろうな。ピッピカチュー。あしゃまん、あしゃ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 、あしゃまままままかわいい、ポプテピピックみたいな名前してるアシマリー、かわいいな。心が癒されるよな。チューチューチュー。セルギオ P さんよろしく頼むぞ。さあ、セルギオ P さんにわしのダンベルをプレゼント。あー、ピッピカチュロパック追加じゃ。はい、2匹目さらに6パックポケカ追加じゃな。アローラ、パチ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 。ミミッキュ、アニポケのミミッキュの鳴き方キモいよな。感じのなんかやべえよな、あれ土地狂ってんもんな。汚いタンタン
いやでもそんな感じだもん、アニポケの耳ガチー、ラタムラタ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 、タイラーさん、アメリカの方よろしく頼むぞ。リスナーっぽい人からも恋キングが送られてこなかった時点でわしの勝利は確定したようなもんじゃな。ピッピカチュウボーおーいけんねフラグヘシおるな。ペルセポネさんよろしく頼むぞ。なあ、二連恋キングだけは勘弁してくれ、頼む。なあ、こういうとこで連チャンしなくていいからな、連チャンするのはパチンコだけ。ピッピカチューチュー、アーロンさんよろしく頼むぞ。シャーハハハハ、シャーコンダーツ似てなかった、ピッピカチュー。似てない声真似して大変申し訳ございませんでした。はい、これで4匹目の恋キングなあ、24パックじゃな。あちぇーダブルゼータガンダム名前よ名前面白すぎる。はい、ピッピカチュウ、お前殺すぞマジで、お前メガ粒子砲撃つその頭の砲台にお前ビームサーベルぶっ刺してやろうか。ダブルゼータガンダム6パック殺すぞマジでお前、あはん煽ってんのかこら。6パックは草、5匹目あちゅー、はい、唐揚げ。ピッピカチュー、アロラ、モコと申します。11の、やいばー。ヤーカさん。なんだっけ。ヤーカさん、夢と希望の街へ。あいたた。大切なものは友情、嘘つけ、お前な。やっぱ友達って最高、ずっともだよ、みたいなこと言ってるやつに限ってすぐ友達を裏切るんだよ。お前もそうじゃろ、ピッピカチュー。ほらな、心がな、汚れてるからキャモメとか置くんだよ。わかるじゃろ、なあ、もう腐ってやがるよ、こいつの心はな。レイミンさん、ゲームが大好き、大切なものは友情。ゲームが大好きでなあ、一日中引きこもってゲームやってるお前みたいな陰キャが友達いるわけねえだろ、綺麗事語るな。ピッピカチュー、レミさん怒っちゃった、ごめんな、本当のこと言ってなっロトムは流したくないのとガチポケモン図鑑を埋めるぞ、トゥラクさんかな、うん、行くぞ、ピッピカチュもうスカイヤーウォール読めねえんだよ、スカイヤーウォールフェンド意味わかんねえ、殺して。現在7匹目の恋キング、あちゅー、ああ最近コミュニティでいっぱい見たな、ヨギラス。ヨギラスって可愛いよね。ちょっと目つきがさ、なんかツンデレっぽいよな。チュー！怒り猿。怒り猿じゃなかった。もう、あ、なんでもないです。私、オタクなんです。漫画が大好き、カオスさん。名前カオスってつけてる時点で中二病全開の痛々しいオタクって感じするもんな。言われなくてもわかる。
ピッピカチュープレジングセルビートでかすぎワロタ強あれなんであれまあいいや触れないどこはいムツゴロウさんローズさん言えないことが大好きナイス下ネタかお前こらつまんねえ下ネタ言うこのバラみたいな名前したやつにこの鳥ポケモンを押し付けていくちゅうめ下ネタ言う上にコイキングとかいうクソポケモン送ってくんなポケがゴージャスボールにコイキング入れやがってお前わしの財布はゴージャスじゃねえんだぞぶっ殺すぞお前なはい翔太くんよろしく頼むぞ翔太くんレンチャンは勘弁してマジでなレンチャンだけは本当に回避していきたいところじゃのピッピカチューブねーキャモメに救われたなパルシェンの中身でラストにするぞウルトラサンさんイタリアの方さあゲームの名前をトレーナーネームにするポケモンキッズの鏡にパルシェンの中身をラストで送りつけていくピッピカチュー危ねーよかった今回は8匹で済んだなつらかったということでねえ、6パックわらわらって、このダブルゼータガンダムにクソあられてるが、コイキングが合計で8匹来ました。1時間半やってな。8匹かける6パック、6波、48、48パックじゃな。これを動画で撮影して、公開したいと思います。いいカードが来て一発大逆転できるといいんじゃがのということでミラクル交換は節度を持って楽しく遊ぶんじゃぞピッピカチュー